はい、どうも、ヨンフォーです。FIFA23 ファンタジスタ、続きやっていきたいと思います。前回の続き、チャンピオンズリーグ、オリンピックリオンに2対3で勝利。で、リーグ戦はアトレティコだね。アトレティコ、2位アトレティコに1例で敗戦。これによって順位が入れ替わってしまった気がしましたね。アトレティコに1ポイント差で、首位を奪われましたって感じです。あれ、3位にまさかのラジョ、4位セビージャ、5位にエルチェ、嘘でしょ。まあそんな感じで今日はね、サラゴサはシミュレートします。そしてセビージャ、そしてセルダーな、この3試合いっちゃいたいと思います。 OK、 とりあえずサラゴサね、いつも通りハイライトプレイでいっちゃおうかな。ハイライトプレイでマジで活躍できないけどね。 OK、 ホームでサラゴサ戦いっちゃいましょう。現在この選手は関心を集めています、ね、でしょうね。目下リーグの得点もサポーターの視線もこの選手に集まります。でしょうね。なりました。ウィスウィス。この試合を楽しみにしていた方も多いのではないでしょうか。チーム試合率 65%、 70% 強化目標。無理無理、相手ハーフでバスカット、うわ無理無理、マッチレート、無理無理、どうしよう。どんな展開になるか期待しています。10以上目指すか、無理だな。あ、普通に試合しちゃった俺、しまったしまった。まあいいか、ボコボコしてっか。じゃあフェルラン・メンディとベジェリンがサイドバックに、前にフォワードを1人置いて攻撃を組み立てるようです。調子乗りましたね。サラゴサを舐め切っている。スコアが動いたようです。はい、オーケー。ゴールがレアルマドリードに生まれました。現在スコアは1、カモン。時間は5分を過ぎたところです。ありがとうございました。お、なんか無視された。限界で食い止めたダイビングセーブです。ください。中を狙うか、うっす。ここはクリアされました。なんか違ったな、自分で言ってもよかったか。あ、どうだ、オサイドか、いけるか。オサイドがいい。いやいや、絶対おかしいでしょ。ボックス内の相手をタックルで阻止しました。縦抜けの警戒しなさすぎでしょ。いて、嘘でしょ、あんな後ろから押される。サポートを使えそうです。ナイス。チャンスにつながりそうでしたが、ここで相手のポゼッションに変わります。視野が広い。フェラントーレス、うん、ちょっと無理か。攻撃に移りたい。絶対無理、絶対無理。レス。高いパスで裏を狙います。チャンスになるか。俺、危ないシーンでしたがクリアして攻撃を断ち切りました。いい位置でカットした。見事な連携でボールを動かします。ここでパスカット、持ちすぎじゃない。ボールはミドルサードからアタッキングサードへ、前方に運びました。そっちか。ナイス。これはいいところに通してきました。あっと、これどうする？出すのね、俺に。うっす、マジか。決定的な場面も作り出したものの、さすがに入ったと思った今。これは決めておきたかったですね。大チャンスでしたよ。残念。後悔する展開にならないといいんですが。うい。こんな角度でいっちゃう。バルセロナパスをつなげない。もっと真横に出すつもりだったんだけど、
やばい、真ん中空いてる。ナイス。さて、RCD スタジアムで行われている。ごめん。動きがあったようです。はい。それはちょっと。最初のゴールがエスパニョールに生まれています。未来ないわ。スコアは1対。完全支配されてるんだけど。かわしてきた。支配率 70% 目標とかもありえないんだけど。前半終了の笛が吹かれました。ないわ。ないわ。ちゃんとやって。サラゴサのキックオフで始まります。みんなちゃんとやって。お前がなって言われちゃうよ。取れる絶対。よっしゃー。裏へのいいパスが出た。間に合う間に合う。マジか。相手が反応しました。いい読みですね。やばい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 。入りそう。危な。ちょっと待って。ここはコーナーキックです。勝てないとやばいよ。危な。ボールを入れた。よっしゃ。行こう、みんな行こう。うわ、どうだ、出るかな。逆サイ来た。いいスペースにロブを出しました。おいっすー。ゴール。ここで先制点が生まれました。やりました。リプレイを見てみましょうか。ボールを奪い、一気に相手ゴールへと攻め上がります。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見ました。ナイスパス、ナイス。オフサイドでしょ。違う。マジか。近くの味方を使います。うい。ここでなんとかボールに。甘いぜ。いけいけ、みんな流れ。スタミナ持つか。いける。ああ、マジか。よし。よし。いや、邪魔邪魔邪魔。マジか。パスをカットしました。サイド見てたのに。試合終了まで。シャレにならないよ、これで入れられたら。よし。なんですと。カットします。俺の苦労のボールダッシュを。ナイス。全然良くない。ナイス。さて、 RCD スタジアムで行われている試合に動きがあったようです。はい、ほら、追加点がレアルマドリードに生まれています。現在スコアは4対2。時間は85分を過ぎたところです。いやー、マジか。一かわしいったな今のは。リードを広げる。いや、絶対無理無理無理。うん。何それ、そんな取れる普通。サラゴサのフリーキックからのリスタートになります。サラゴサのフリーキック。どちらもここで選手の交代があるようです。ちょ、嘘でしょ。これをサラゴサのフリーキックとか、やばすぎない。こうでしょ。当たらずに、これえぐいね。えぐいね、これで、これをファール、えぐいね。舐めてます。さあ、相手陣内に入ってきました。うーん、ここで試合終了のホイッスル。1-0で、バルセロナに勝利の女神が微笑みました。7.9 1アシスト。微妙。ボコボコどころか、全目標に達成。甘く見すぎだよね、サラゴサに対して。その目標設定ですら、なんでめちゃめちゃ高いんですか、目標設定が。まあいいや。さあ、今日はセビージャ戦。ちょっと今回はサラゴサやっちゃったからな、ちょっとセビージャで終わっとくかな。セビージャもね、順位が4位なんで、
手は抜けないね。試合になりそう。いくぞ。対して見ていきましょう。オッケー。パス10回通す。よっしゃ、今日こそは敵をいっぱい倒す。ゴールキーパーボノ、ラキティッチとデラネイが中盤の真ん中、前線はワントップを採用しています。ポストプレーが重要になりそうです。俺かー、でも入っちゃうよー。ここで裏を抜けそうです。試合開始から早速最初のゴールが決まりました。序盤から仕掛けてきましたね。このまま勢いに乗って畳みかけたいのではないでしょうか。 OK、 キング、うい、期待も高まります。うい、高いボールを裏に出します。これは狙います。キーパー、惜しい。うし、フレンキーデヨング、オッケー、そっち行っちゃう。ジュール・クンデに渡る。しょうい、しかもクロスは相手に防がれます。高い位置からプレッシャーをかけて取り返しました。これはチャンスか。俺そっち、しかもフェラントーレス。いや微妙、俺も微妙。フェルダン・メンディに渡る。バルセロナ、これ、うわー、チャンスを狙います。危ない。ここキーパーの技が光ります。オッケー、フェラントーレス、行こう。おっしゃ、打って、おしー、いいよ。ナイスパス。こうして見ても見事なフィニッシュでしたね。ゴール付近からのシュートにはキーパーもノーチャンスでした。サポートの選手がいます。うわ、悩んだ今。裏を狙う、よく見えています。うわー、マジか。うん、デラネ、フェルナンド、このボールは直接相手の選手へ。ここまでのポゼッション率を見ればバルセロナがボールを支配していることが分かります。ピッチの中盤を抑えることで試合を優位に運べていますね。ほら、このままなら爆速、爆速られるんじゃないでしょうか。お、シュートチャンスですね。うい、余計なことやった。チャンスでした。余計なことやってよ。うまく読んでいました。悲しい。バルセロナパスをつなげない。いいところへ出しました。やばい、つながりそうでしたがインターセプトされました。やばすぎる。まもなく前半戦終了というところ。ここまだ前半だったか。大きくリードしています。積極的に攻め、 OK、 絶対来る。この形になりそうです。ういっすー、入ったぞー。またもこの選手です。相手にならん。勢いが止まりません。リプレイが出ます。フレンキー・デヨングがスルーパス1本で決定的なチャンスを作りました。ここでボールをダッシュ。オッケー、入れ替わるな。タイムに1分加えられます。マジか、キーパーががっちりとキャッチしました。微妙。ここでホイッスルです。微妙だし、すんごく眠たい。さっきからうとうとしてる俺。さあ気を取り直して後半、アクアス活躍を目指す。自信を持って後半戦に臨みます。バルセロナサイドにスペースがあります。邪魔だなあいつ。これは狙います。ネシュー、入った。すでにスコア差は4点。ネシューリードしてもチームが手を緩める様子は。これをサラゴサで映像が来ました。やるべきなんですけど。一気に抜け出します。ドリブルで運びます。あ、ごめん。慎重にボールを動かしています。慎重すぎる。
フェラントーレス。俺か。キーパー取るか。的な反応でゴールを許しません。デイビス取れない。ボール回されてると。セビーチェがボールを失う。カウンターを狙っても面白そうです。フェラントーレス、このカウンターは要注意です。 OK。 うわー、上がっちゃった。フェラントーレスのシュートは枠を捉えきれません。パスの先には味方が走っていました。でシュー、決まった。さらに追加点。この試合相手を完全に圧倒しています。ナイス。が来ました。時間は64分を過ぎたところです。ありがとうございます。以上、他会場の試合経過をお伝えしました。いける。素晴らしいボールです。パスが来ました。ナイス。抜け出します。入った。ゴール。リプレイが出ます。なんといってもこのスルーパスですね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。現在スコアは2対2。時間は68分を過ぎたところです。ありがとうございます。マジで。また逐次報告をお願いします。当たれ当たれ。フェルナンド、このシュートはブロックされます。そのシュートが終わるまで取れないんですけど。試合終了まであと20分です。 OK。 さあカウンター、でも出しよう。出さない。相手を抜きました。ディフェンダーが戻りきれていません。ちょっと行き過ぎちゃった。ちょっと無理しすぎちゃったな。ここはタックルで回避。今日前にして相手チームにできることはほとんどないですよね。さすがにここから逆止めれるよ。いや、めっちゃガラ空き。なんで真ん中そんなガラ空き。一人で局面を切り開いてますね。絶対誰でもパスするわ。それないわ。集中力に欠けるわ。俺も含めて。ここでスタジオから情報が入ってきました。エスタディオサンティアゴベルナベウで行われている試合でスコアが動いた。無理すんな無理すんな。3ゴール目がレアルマドリードに生まれました。スコアを記録したのはビニシウス。ハットトリック達成です。うん、あまりにも素晴らしいシュートが決まったため。コロナにわたる。完全に眠たい。はい、やばいぞ、いろんな意味で。銃行きたいよね、これ。おらー、吹っ飛ばされそう。うわ、パス出してもいい。ここは打てるか。マジか。しのぎました。パス出したら、あの至近距離で確実に入ったのに。まあ、6点あるからね。簡単にさばけるシュートでした。どういう状況？です。終わり。ここで試合終了のホイッスル。いやー、ボロ勝ち。なんかでも人いない。いやー、ちょっとね、ぶっちゃけね、すっげー眠い。2ゴール2アシスト 9.7。 うわー、 0.3 欲しいな。デヨングもっといいし。2ゴール3アシスト。なるほど。 OK。 アクティビティダービーで勝利。自分のパフォーマンスを誇る。オッケー。テイクアウトで、ちょっと本当はサラゴサ飛ばしてセビージャ、セルタへやるつもりだったけど、ちょっと丸々ね2試合やっちゃったんで、アンドね、アン、すっごく眠たいので、この辺で今日は終わっておきたいと思います。ってことで、ありがとうございました。ほでした。